このモンゴロイドの出現につきましてやっぱり人類進化の2つの説について説明をしておく必要があります。今現在人類は地球上に拡散してそれぞれの地域で発達したという他地域で進化したという説がありますそれに対して最初に世界に広まった人類は今から10万年余り前に 新しくアフリカで生まれた新人ホモ・サピエンスという人々が出現することにより滅び現在の地球上の人々は基本的にこのアフリカの新人から派生しているものだという考え方でございます。モンゴロイドという特徴を説明しなくてはいけない立場からはこの授業ではこの「立ち行き進化説」 を軸に説明をしたいというふうに考えております